まあそういう怪我との戦いもありますけども、うん、セ・リーグはじゃあ今年シーズン始まる前は優勝は阪神,阪神広島,広島巨人ヤクルト d n a 中日だからそうですね中日もスタートだし良くておおだだだだだだっと今借金抱えちゃってますけどもよかったっすよね。 めちゃくちゃ盛り上がってたらしいですからねもう中日ファンの常に浮かれてましたあの頃は本当に DBS で言うと僕「ゴゴスマ」「ゴゴスマ」はそう名古屋での放送なんで僕基本メジャーの情報で呼ばれるんですよリモートで珍しく最後中日の試合について話しましたもんねおここに入ってきたか中日と思ってもうやっぱり盛り上がってました あのやっぱりこの首になったっていうだけでもね今までここ数年なかったことなのでやっぱ立浪監督も人気もありますしね貯金後とかねそうやっぱり最初って僕どうなんだろうなんか正直キャンプ中ボール今とし飛ばないなみたいな話出てたんですよへえ でボール飛ばないんだったらじゃあ中日いいじゃんピッチャーいいしーボール飛ばないんだったらバッテリーはなかなか、ね、そうそうそう入らないからじゃあこれいいじゃんって言ったら本当に中日来たねみたいな話してたんですけど、うん、でもやっぱあったかくなってくるとだんだんボールも飛び始めるというかボールが飛ばないんじゃなくて選手の体が切れてないだけなんじゃないか <laughs> まあでも大谷さんもそうじゃないですか4月よりも5月6月でどんどん上がってくるからやっぱあったかい方がやっぱバッターはホームラン出やすいんだなっていうことを考えると。 そうなったら中日のバッターもっと上がってきてもいいんですけどね。そう打ってそうまあ抑えは打てんもんな。中日はいいですよ。マルチですあれは打てない。見ててこれはダメだわって。もう石橋さんが言ったら相当だな。早いわホークみたいなとさ行くわ。いや高橋が怪我したら痛いんだよな。やっぱりな今年良かったですからね。他に。 今年のセ・リーグで新戦力この選手気になるっていう1人挙げるとするとセ・リーグの新戦力、うん、誰かいるかな